東京コンサルティングファーム会長の熊です。今日はですね、経営について話してみたいと思います。経営とは、経営とは一体何か。まず経営を、我々の会社は一体どういうこと、どんな経営を行うかなんですけど、経営を私定義しました。経営はですね、組織、まず経営をするには組織の、強みを生かして、それを、まあ、商品もしくは製品サービスに転換し、ね、商品っていうのは、卸売業や商社でしたら商品、製造業でしたら製品か、サービス業だったらサービスに、組織の強みを商品、製品、サービスに、まあ我々サービス業なのでサービスに転換しってことなんですけれども、それを社会に、貢献していくと、まあ、これが経営の私の定義になる。これ一つずつ確認していくとどういうことかというと、経営というのはですね、まず組織が前提なんですね。組織っていうのは、個人の集団なんて、個人の集団における強み、個人一人一人、まあバラバラに見れば個人一人一人なんですけど、経営っていうのは組織が重要で、組織をが前提になっている。そうすると組織にはその目的があって、組織はまずどういうものかというと、個人よりも時として組織が優先されることがある。そして組織にはその組織における目的、まあこの組織の目的というのが、まあ、通常経営理念になるんですけれども、この経営理念のもと、個人、まあ本来の個人ですとバラバラな思考を持ってるんですが、その一つの目的、経営理念のもとに集まった人たちが、で強みを生かすという状態なので、一人でやるよりも集団でやった方がより大きなこともできるし、そしてまあ一人ですと命の長さがあるので、まあ、30年40年しか働けないのは、組織にすれば200年300年でも続いていけれると、個人でやるよりもよりたくさんのことができるし、より長いことができるので、これが組織化の意味なんですね。でもこれを組織っていうことにしたときに、時として個人が犠牲になること、私はこういう仕事がしたいんですって言っても、その組織の中にあなたよりもよりその仕事を簡単に早く、ね、経験も長くできる人がいたら、その人の方に仕事が割り当てられるかもしれない。必ずしも自分がやりたいっていう仕事が割り当てられるとは限らないんですね。それは組織であるゆえに、その組織の最大の強みを生かすように仕事っていうのが割り当てられるようになっている。だからまだいくらやりたいと言ってもですね、まだ経験が足りない、じゃあまずはここからとですね。でそういう形になって、まずは組織なんだ、強みって何かってこう考えないといけないです。で我々のじゃあ強みって何かっていうと、我々の会社の強みはですね、一言で言うと我々のここですね、経営理念なんです。実はまず第一が、当社の強みというのは我々の、持っている経営理念には、この経営理念一言で言うと、まあ私が独立した後、いろいろ悩んだ時にですね、ある会社の社長の応接まで応接して見た色紙、船井総研の創業者船井幸夫先生が書いた言葉、この言葉、もうこれは私の経営理念にしたんですけれども、与えたものが得たもの、でこの言葉を、私は会社の経営理念にもらいました。
与えたものが得たもの、これどういう意味かというと、自分が何かを得たければ、自分が何かを得たければ、まあ人間っていうのはいろんな欲求があるので、いろんなものを得たいと思うんです。自分が何かを得たければ、何かを与えていかなきゃいけない。得たものっていうのは与えたものの結果なんだと。自分が幸せになりたいと思うんであれば、相手を幸せにしていかなきゃいけない。その幸せにした数だけ自分の方にも振り返っていく。自分がお金をたくさん稼ぎたいと思うんであれば、相手にたくさん稼げるようなものにしてあげる。お客様にこれだけの、稼ぎを得られるような仕組みをお客様に提供すれば、その対価として我々もお金をもらうことができる。自分が欲しいものをまず最初に相手に与えていくことによって、結果として自分が得たいものが得られるようになってくるんだ。あ、そういう意味、自分は得たいっていうことばかりを考えて、本来の与えるっていうことを考えずに、自分が何を得たいのかってことばかり追求してたから、自分が悩んでたんだなってことが、あ、この言葉を見て分かったんですね。だから私はこの言葉を、当社の経営理念とし、これを中心に、まあ、組み立てていこうと、サービスをっていうふうに考えます。この経営理念のもと、じゃあ強みって何かっていうと、我々は、まあ私は会計士として、ね、仕事してきた。まあ当社も一番最初はスタートアップが公認会計士事務所としてスタートし、管理部門の、まあ、サポートをする中で、会計と人事、ここで与えたものが得たものという理念のもと、我々の技術的な強みである、これは心の部分ですね。で、技としては技術的な強みである会計と人事というもののインテグレーションを図ったんですね。ここが最大の我々の組織の強みになる。このインテグレーション、統合化した経営の理念とこの方向性、そして技術とのこのインテグレーション、この統合したっていうところがですね、一番の我々の組織の強みなんです。これは私自身の強みなんです。インテグレーションを行ってたっていう。本来ですね、強みっていうと、例えば会計のここの技術に強いですとか、相続税のここに強いですとか、国際税務のここに強いですっていうと、これ技術的な強みになるんです。まあそういう組織もあるんですね。人事のここの評価制度を作るのが強いです、これ技術的な強み、確かにこれは一つの強みとしてなるんですけど、私はそれはこういう技術の強みっていうのは時代の変化に応じていろいろ変わっていくんですね。一つの特定の分野が強いといっても、まあ今例えばあの業界ですと相続とかですね、非常にトピックとしてはあるんですけれども、でもそれは時代の流れによって一つのブームになったりして、技術っていうのは必ずまあ、あのライフサイクルがあって衰えていくもの、だからその技術っていうのをそのものを強みにするんではなくて、これを統合する理念のもとに統合してサービスとして展開していったものっていうのは我々が、HRVC と呼んでいるものなんですが、これはどういうものかっていうと、人事と VC っていうのはビジョナリー CFO 業務である、会計業務、これをシステムでインテグレーションしたんですね。システムで、このシステムっていうのは、ソフトウェアっていう意味でのシステムなんですが、システムでインテグレーションしたもの、これを我々はこの商品を、人事の、部隊、人事の部隊という名称の、システムを構築しまして、これを社会にっていう今度は定義ですね。誰に、日本だけじゃないんです。我々にとっての社会っていうのは世界全体を意味してるんです。だから我々が提供する先、このサービスを提供していく先というのは日本だけではなく、まあ特に新興国、世界に向けて、新興国に向けて、我々はこの社会への貢献というのは地域を指して、どこに誰に対してですか、お客様っていうのはどこにいるんですか、日本だけじゃないんです、全世界です。究極的には全世界に行きたい。でもまずは順番と手順としては、まあ、日本から私も始めました、東京から始めました、横浜に出しました、
そして大阪名古屋、まあ、福岡失敗しました。福岡失敗したと同時に、まあ、中国も出て失敗し、でもインドからスタートし ASEAN、ね、さらには、まあ、西に行けばトルコ、ブラジル、まあメキシコと、まあ、地球の裏側まで、まあ、こういう形で社会に今度は貢献していかなきゃいけない。この貢献ってじゃあ今度何を意味するかっていうと、具体的に目に見える貢献としては一つがですね、雇用の機会を生むってことですね。我々の仕事を通じても今世界に230人ぐらい日本人以外の人が働く。これは人を採用、我々が採用したっていうことは雇用を生んでる。雇用を生むっていうことは彼らが仕事をすること、ね、貧困だった人たちも仕事がなければですね、いくら寄付をしてもそれって一過性のものになってしまう。我々が社会に貢献していくっていうものは、こう経済活動っていうのはですね、非常に継続的なものだから、一過性のあるもの、食料を渡しますとかお金を寄付しますというような行為ではなく、ボランティアで行くって言ったとしてもそれも一過性なんですね。でも経済活動として行うと毎年毎年ある。これで貢献する、まずは一つはですね、雇用を生み出すってことが、雇用を生み出すっていうのが非常に重要。第一、人を採用する。それから雇用を生み出す地域に、そして2番目、納税をするってことですね。その国に対して、我々日本だけじゃなくてもう世界の国にたくさんの税金を納めてるんです。ものすごいたくさんの税金を世界の国に、これ納税をするってことは非常に大きな社会貢献、雇用を生み出すこと、納税をする。そしてさらに重要なのは、このサービスの本質というのはこの理念を統合したものであるので、このサービスを通じて我々はこのコンセプト、我々このコンセプトは成功哲学と思っています。ここの経営理念というのは我々は成功哲学だというふうに、我々の成功哲学を世界に広げる。これはどういうものかというと、究極的にはですね、自立するってことなんですね。我々はこの会社に入り、そしてこのサービスを通じ、そしてそのサービスを受けた人たちがコンセプトを理解する。そしてそのコンセプトを理解する中で自分自身が生きていく力っていうのをつけていくこと、その生きていく力っていうのはまさにこのコンセプトを習得していくってことですね。あ、自分が何かを得たいっていうんであれば何を与えていったらいいのか、究極的にはですね、その人の自立につながっていくんです。我々のサービスというのは、私が考える社会貢献というのはこの3つが非常に大事だと思ってですね、雇用を生み出すためには我々はもっともっと仕事を増やしていかなきゃ、より多く一人でも多くの社員を採用して雇用を生み出す、その国に貢献していく、そしてたくさんの納税をすることによって我々が利益を上げ、収益を上げ、利益を上げることによって結果として国にたくさんの納税をする、これもまたその国が豊かになるものだ。そしてこのコンセプトを理解することによって単位を上げるのではなくて釣り方を教える、これがですね、自立する社員、自立する人、お客様も含めてですね、この自立を支援することっていうのが継続性のあるものになっている。そうすると我々のこのコンセプトっていうのは与えたものが得たものってあるんですけど、もう一つ私重要なコンセプトがありまして、これが1番目なんですけれども、2番目がですね、全ては自分の責任、こういうコンセプトもですね、我々の会社も全ては自分の責任なんです。何か問題が起きました、これ誰のせいだろうって考えることって物理的にはですね、あ、きっと一義的には彼がミスをしたからとかですね、会社に問題が、でも全てが自分の責任なんだって考えると何が生まれるかというと、自分自身がその問題を解決しようって思うような、これはですね非常に重要なことが起きて、一つは主体性が生まれるんです。主体的に生きるってことは自立する上でものすごく大切なんです。
主体的に生きる。自分自身がまず主体的ね、誰かが受け身で受けるんじゃなく、受動的になって受けるんじゃなく、主体的に、主体性を持つためにはコンセプトが必要な、そのコンセプトが全ては自分の責任なんだって考えるとですね、主体性を持てるよ。で、2番目、このコンセプトを持つと何が得られるかっていうと、積極性が得られるんですね。主体性を持つ、自分自身積極的に受ける。消極的な人間よりも積極的な人間の方がいい、ね、主体性のある方がいい、受け身になるよ。積極性を持ち、主体性を持ち、これこそ自立するっていうテーマの上で最も大切なものなんです。このコンセプトを補完するもの、与えたものが得たものという理念を補完するコンセプトが、我々の会社では全ては自分の責任なんです。これを通じて社会にいいものを提供していく、こう考えていくんですね。自分自身の強みをより作り上げていく、その強みを商品に落とし込み、これを理解して世界の人たちに使っていただくことによって、世界の人たちの雇用を生み、お客様もまた成功すればお客様が雇用を生み、我々だけじゃなくてお客様が納税をし、お客様の社員が自立をしている、こういう流れ、これこそが我々が行っている経営活動そのもの、非常に社会的な意味があるようになっている。これは我々の社員も理解しなきゃいけないし、お客様も理解してほしいし、お客様が理解すれば我々の成功哲学そのものを浸透させることによって、商品を通じてなんですね、浸透させることによって結果として世界に大きな貢献が果たしていけれるだろうと、まあ、このように考えているんですね。で、通常じゃあこの成功哲学っていうのを、直接浸透させればいいんじゃない、これはですね、研修会社になれば我々もやれる、研修会社でも研修をしようと思うとですね、私も最初スタートアップは研修っていうところからスタートし、自分の考えている成功哲学を直接お客様の社員に対して研修をやってきたんです。だけどこれはですね、自分の体って一つしかないので、より多くの顧客に対して貢献するっていうのは研修会社になると弱いんです、ね、だから研修だとちょっと私も、会社も大きくならない、会社が大きくならないということは社会への貢献度が低いっていうふうに私自身が定義したので、であれば自分の研修でやってきたメソッドを商品化し、そしてより簡単なものにして、コンセプトを簡単に伝えられるものにして、より多くの人ができるようになっていくことがより社会に貢献していくだろうというふうに考えました。じゃあここの我々の人事の舞台、じゃあこの経営理念、これがどのようにこの商品に反映されているのかということを次にですね、説明したいと思います。我々はですね、まず、会社があり、会社があり、どんな会社にもですね、お客様がある。で、サービスを提供する。これ、価値を提供してるんですね。どんな会社も価値を提供し、それに対して、売上や利益、売上や利益を得ている。これがですね、売上や利益という得たもの。得たものというのは、我々が提供している価値と等しいんですよ。与えたものが得たものというのは、得たものは見えます、これ目に見えるんですね。売上利益というのは決算書を見れば見えます。得たものは見える、でも与えたものってこれ分からないですね。どんな価値があったの、商品サービスを通じて価値を提供しているんだけど、商品っていうのは目に見えるけど、その商品が持っている価値っていうのは目に見えないです。その商品が持っている価値っていうのが結果として得ている売上や利益に反映しているので、この売上や利益っていう決算書を通じて得てるものを見ることによって、その商品の
商品やサービスの裏側にあるですね、その価値を測定していこうと。これは等価交換なんだと。売上や利益っていうのを見たら、これは等価交換なんだというふうに考える。で、この売上や利益を見るっていう行動そのもの、これはですね、価値の測定だって考えて、価値を測定すること、すなわちこれが会計の役割なんですね。会計の役割、この価値を測定していくこと、これは会計を我々なぜ学ばなきゃいけないのか。これはこの価値をちゃんと正しく測定する。会計というのはその背景にある経営における価値を測定する道具なんだ。で、そしてどんな価値を提供していかなきゃいけないのかっていうのを決めるのが会社の目的であり、経営理念とかね、ここに経営理念が存在する。どんな商品サービスに展開し、どんな価値を社会に対して提供するのか、こちらのベクトルに経営理念というのが、そしてここで得られた利益というのが今度は、社員に分配されていくと。社員に分配される、これは給与として、給与として分配されます。これは労働を、労働というのを通じて何らかの社員は価値を会社を通じてお客様に、提供していくと。これもまたですね、等価交換になるんですね。自分が得た給与というのは自分が得た価値に等しいんだと。自分たちが昇給していこうと思えば、どんな価値をお客様、会社を通じてお客様に提供していかなきゃいけないのかっていうのを考えていかなきゃ、ここの循環を考えていく。そして評価制度っていうのはですね、ここのことを意味してですね、最終的には評価とは、給与を決定することなんですけど、評価して給与を決定するんですが、ポイントはですね、じゃあ何を評価するのかっていう、評価の対象ってどこにあるかってことを考えるんですね。この評価の対象っていうのは実はですね、3つあります。大きく3つある。ここを決定するには実は3つ、1番目がですね、その人の、評価の、対象は大きく3つ、1番目がその人の、考え方、経営理念をいかに理解、組織でやるから経営理念をいかに理解して行動していく、実はここの部分ですね、経営理念の、共有度、考え方、この経営理念の考え方っていうのが第一ですね。で、2番目がですね、その人が取った行動を評価する。行動の部分というのはここの部分ですね、どんな行動を会社を通じて取ったのか、行動を評価する。そして3番目がですね、成果、その人がもたらした成果、結果ですね。これはですね、ここに反映してますね。3番目、これが成果。会社として社員を何を評価して給与を決定するんですか、大きくは3つなんですね。成果を評価する、これは分かりやすいですね。成果を評価する、売上がいくらかかりました、利益いくらです。まあ営業部門なんかは分かりやすいですけど、管理部門とかね、間接部門、ここのなかなか成果っていうのは見づらいところ、まあ、ただ成果は評価できる。そしたらその人の取った行動、どんな行動を取ったのか、ね、営業マンであればより新規開拓に月何件訪問しましたとか、見積もりを何件出しましたと、これも行動ですよね。その人が持っている考え方、これはですね、非常に直接見ることっていうのが難しいんです。この直接見るのは難しい。これもまたですね、行動を見るとその人の考え方っていうのが分かるんですけど、例えばこの考え方が正しい行動って何かっていうと、考え方が正しいかどうかっていうのは重要性に、組織の重要性に基づいて行動してるんですね。重要性に基づいて行動できる人っていうのは、これは正しいかも。成果だけを見ると、これ短期的ですから、この行動が
緊急性になっちゃうんですね。行動には大きく緊急性と、重要性があるんですけど、緊急性中心に行動するっていうのは確かに成果には結びつきやすいけれども、長期的に会社を発展させていくっていう仕組み、イノベーションを起こす、これは重要性なんですね。だから我々の行動っていうのは重要性と緊急性に分かれるんですが、緊急性中心の人はですね、短期的な成果を求めるってことを中心に行動してしまう。これはこれで成果が出たならいいんですけど、でもこの成果っていうのは短期的なものだから、これはどちらかというと賞与分配していきましょうって話、短期的なもの、長期的に重要なものに対して行動を取れる人、これはいい考え方。この人は昇進っていう形で評価します。この人は組織にとって非常に大切な重要性、短期的な成果だけではない。もちろん企業っていうのは短期の成果っていうのは非常に重要になっているのに、これも出しながらも自分の行動っていうのを組織の方向性、長期に見て重要性にフォーカスする。重要性にフォーカスするとですね、やっぱり自己犠牲も伴うんですね。今これしなきゃいけないものに対してはもっとこう頑張らなきゃいけないとか、もっと違う仕組みを作らなきゃいけない、短期的に負荷がかかったりするんですよ、重要性っていうのは。でもそういうことができる人っていうのは昇進をさせていくべきな、組織にとって。ここは非常に分かりづらいんですけど、行動を見ると分かる。重要性中心にしてる人っていうのは正しい考え方を持ってる人、緊急性中心に動いてる人っていうのはこの考え方の共有度が乏しく、まあ成果へのコミットはあるかもしれないけれども、まあ緊急性の行動ばかりになる。でこの主に給与というのは、まあ、その意味では成果物、我々ここの部分の行動というのをコンピテンシーと呼びます。コンピテンシーという言葉で表す、どんな行動を取らなきゃいけないのかっていうのを我々は評価制度の中に入れます。そしてどんな成果を出さなきゃいけないのかってマネジメントバイオブジェクティブ、 MBO という言葉で、置いてます。まあ、これは、この、我々は半年ごとに給与改定していくんですが、四半期ごとに評価をするときにはこれ MBO という言葉で置いて、成果を測定しています。コンピテンシーという言葉に変えて、この行動をチェックします。ただし、昇進に関してはですね、非常にこの軽量化していくことが難しいんですね。軽量化は難しいけれども、その人がどんな行動をとっているのかっていうのは、これは上司が見ていればわかるんですね。だから係数化すること、形式値化することは難しいですけれども、昇進っていうものはある意味重要性に基づく行動が取れていたかによって企業の昇進が決まる。我々はですね、この評価制度一番に重要視しているのは実はこちらの方ですね。昇進に当たる人材かどうかを発掘していかなきゃ、企業にとっては重要なマネージャーを育成していく、次世代の経営者でありマネージャーを育成していくってことが何よりも重要。短期的に利益を上げるよりも長期的な発展をしていくことっていうのがどんな会社でも重要で、それはマネージャー育成であり次世代の経営者を育成し発掘して育成すること、そのためにはまずここをフォーカスする。これがですね理念、これこそ理念共有、与えたものが、我々で言えば与えたものが得たものっていうコンセプトをしっかり理解する人。理念っていうのは会社によって異なるので、その会社の理念をしっかり、まあ、理解して、そして行動ができる人っていうのをまず正しく、評価していこうと。でその人たちには昇進という形で報いていく。で短期的にはこの、緊急性とそれから成果というところで、これはですね賞与と、まあ、もう一つは、通常の給与が決まるんですよね。給与というのはここで決まる、賞与というのは主に成果物で決まる、昇進というのは主にはこの考え方のところで決まりますというところをですね、行っていくというのが我々の、人事の舞台という、まあ、サービス、自立する社員を育成していく、ここが
我々が、今行っている、まあ、最大の商品であり、まあ、言ってみればですね、我々の商品というのは究極的にはこの一つに絞り込まれるわけ。あとたくさんの、手続き業務とかですね、アウトソーシング業務とかも行ってるんですが、究極的にはここのモデルができるためのトレーニングとか、まあ、それに付随する業務に過ぎなくて、究極的に我々がやろうとしているサービスの本質はここにある。これが我々の会社そのものであり、これが今後、数十年、100年以上にわたってやっていかなきゃいけない我々の仕事だということになります。ありがとうございました。